日本政府は今日、韓国側が長崎県橋島のユネスコ世界文化遺産指定の取り消しを要求したことに対して、繰り返し不満を表している。NHK によると、カンギー官房長官はこの日の定例会見で我が国は今まで世界遺産委員会の決議勧告を真剣に受け入れ約束した措置を含めてそれらを誠実に履行してきたとして、 軍艦島に関する約束不履行の事実を否認し引き続き適切に対応していくという、我が国の立場には変わりはないと伝えた。日本政府は去る2015年、軍艦島などいわゆる明治の日本産業革命遺産のユネスコ世界遺産登録が決定された当時韓国政府の要求とユネスコ世界委員会の勧告に従って橋島などに強制的に連れて来られた朝鮮半島出身者たちの存在を認め、 彼らを追悼するための措置をすると約束していた。しかし日本政府が軍艦島などを紹介するために東京都に設置した産業遺産情報センターでは、当初の約束とは違い朝鮮半島出身の徴用工たちが強制労役に苦しめられ差別待遇を受けていたという歴史的事実を否定する内容の証言と資料が展示されているため、日本内でさえも過去の事実を隠し、歴史修正主義を助長しているという批判が起きている。 これにより韓国政府は去る22日に韓業府は外相の名でオードレアズレユネスコ事務局長に、軍艦島などの世界遺産登録取り消しの検討などの内容の書簡を送った。しかし日本政府は、この日軍艦島に関する歴史歪局と約束不履行の事実を再び否認する立場を明らかにしたことで、この問題を取り巻く日韓両国の葛藤はより一層激化するものとみられる。